もサクッとできました。そんなにもこんなパジャマで映っていいのかな。まあいいか。ハム最高。どうすんのよ、お嫁に行けんじゃん。結構もうご飯屋さんとかもうやってないみたいなので、昨日マルシェでいろいろ買い物したので3食自炊したいと思います。じゃあ作っていきたいと思います。レッツゴー。朝食なんですけど、朝食はサンドイッチとサラダを作っていきたいと思います。あのマルシェの動画見てくれましたか？この辺に貼ってきます。サムネイル結構めちゃくちゃ興奮して撮った動画なので、何言ってるか分からないと思うんですけど、ブルゴーニュのマルシェを動画にしたので見てください。結構ベーコンとかいろいろあるので、ペーストもあるので、これがトマトペーストを昨日買った、これがバジルペースト昨日買った、ベーコンとかハムとか結構こういう葉っぱとかも残ってるので、日本にないんだよね。なんかあとはキノコとか全部、ズッキーニとか小さいキャベツとかインゲンとかもあるので、なんかもう適当に即興で作っていきます。サンドイッチとサラダいくよ、レッツゴー。とりあえずパン焼きます。テリーヌサンドとハムサンドとベーコン、コースロー、コンスロー、コースロー。なんかあのベーコンめっちゃ美味しそうで、周りがねちゃんとね熟成されてて絶対美味しいと思う。とりあえずニンニク炒めで挟んでいきます。あ、うまそう。昨日の残りのマッシュルームも炒めます。はい、次はハム。ハムを炒めたらもったいないから、もうハムと葉っぱとペーストで食べたいと思います。どんなサンドイッチが出来上がるでしょうか。はい、もうサクッとできました。そう、昨日ねあのマルシェ、さっき言ったようにマルシェでいろいろ買ったので、もう今日は3食自炊します。うまそう。あとコーヒー入れて食べます。はい、できました。これも昨日マルシェで買ったトリュフ蜂蜜で、バケットにチーズ乗せてトリュフチーズかけて食べます。フォアグラのテリーヌのサンドイッチ。はい、こちらはあの燻製されためちゃくちゃ美味しそうなベーコンがあったので、ニンニク炒めしてマッシュルームとニンニクサンドです。あのめちゃくちゃ美味しそうなハム、さっき見せたのがあったので、ハムは焼かずにあのコールスローが中に入っているので、コールスローサンドで食べたいと思います。はい、こちらは付け合わせです。じゃあ食べていきたいと思います。いただきます。まずはあのマルシェで買った大きなハムを焼かずにコールスローと一緒にハムコールスローバジルソースで食べます。いただきます。このハムも美味しい。もう食材がいいから本当にもう何にもしなくて美味しい。マジでこのパンも美味しい。燻製ベーコンとマッシュルームとガーリックで炒めて、これもバジルソースです。昨日買ったバジルペーストマジで何でも使えるから持って帰りたい。そんなにもこんなパジャマで映っていいのかな。まあいいか。フォアグラのテリーヌと葉っぱ、ルッコラかな、これでもルッコラの味しないんだよな。なんだろう、やばい、これ本当に美味しい。もうやばい。このメカブもね、あのメカブじゃないよ、これめっちゃね日本より美味しい、甘くて、うん、もうマルシェ最高。絶対マルシェの動画見てくださいね。このペースト、このペーストだけでもう料理じゃない、焼くだけでいいと思う。多分持って帰りたいこれ。それで、ね、あとはオリーブ、このほら、うん、フライトマト昨日買ったトリュフ、蜂蜜トリュフ
チーズに乗せたバケットに入れて乗せて、やっぱもうたくさん乗せちゃおう。ワイン飲みたい。美味しいよ。やばい、飲みたい。今日は今から散歩して昼過ぎに戻ってきてランチも作りたいと思います。ハム最高。はい、ということでごちそうさまでした。ランチまでに散歩行ってきます。レッツゴー。はい、散歩から帰ってきました。なんかフラフラしてたらシャンパン買っちゃったよ。ジャックスも買っちゃった。とりあえず夜飲みます。はい、ということで今の食材でラビオリを作りたいと思います。なんかすげえ歩き疲れたからお腹減りました。やっていきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあラビオリを入れていきたいと思います。塩を入れてます。でその間にソース作りしていきたいと思います。もうニンニクは煮込むのでちょっと焦げたら大丈夫です。ちょっと時間が分かんないから、ラビオリはね、ズッキーニとマッシュルームとインゲン、いただきます。で塩コショウ、チーズとトマト缶があればもうそれだけでいいと思います。ニンニクも効いてるので。うわー、うまそう。塩とコショウ足します。トマト缶は酸味があるのでちょっとだけ煮詰めます。うまそうじゃない。ちょっと絡めます。はい、だいぶね酸味も取れてきたので完成です。あとはチーズかけて終わりです。いやー、うまそう。はい、あとはチーズこうやって振って粉チーズも振ります。たくさん振ります。うまそう、うまそう。はい、できました。粉チーズたっぷりかけて、野菜も入ってます。あとオリーブと、ちょっと飲みたいんですけどお水で我慢します。いただきます。じゃーん。はい、もうブルゴーニーだらね、食材に困らないので料理が簡単でございます。いただきます。うわ、うまそう。ね、本当に自慢していい。うまい、やばい、この味付け。これ店で出せんじゃない？マジで。見て、うまそう。チーズも乗っかってて。まあ、塩コショウとガーリックとチーズがあればね、トマト缶と、もう何でもいいよね。マジで酒飲みて。これ絶対ワインだよ。飲みたいけど、ちょっとまた散歩したいから、さっきのシャンパンも飲みたいんだけど、夜、豚肉とか残ってるんで、豚肉料理でちょっとシャンパン飲みたいと思います。本当にこれ美味しい。マジでやばい。でもこのチーズのとトマトいいね。何にもいらない。どうすんのよ。お嫁に行けんじゃん。ちょっと昼寝したり、またワイン見たり、いろいろやって。夜もご飯作りたいと思います。3食目夜作ります。ランチしてちょっとプラプラしてたら寝ちゃいました。今夕方の6時ぐらいです。3食目作っていきます。眠たいです。ゴー。ズッキーニとマッシュルームも余ってるのでちょっとソテーして、これがマルシェで買った、さっきも紹介したトマトペースト、豚肉イベリコ豚って言ってた。であとはオリーブのタレを取ったのでみじん切りにして、トマトペーストでソースを作って豚肉に挟みたいと思います。あと昨日作ったマッシュポテトをどうにか中に挟んだりなんかしてみたいと思います。じゃあ作っていきます。はい、これみじん切りにしたニンニクとオリーブです。ちょっと炒めてソース作っていきます。ガーリック先に炒めます。はい、もうこれしかないズッキーニを炒めます。もうズッキーニは、ズッキーニとマッシュルームは軽く塩コショウだけにします。はい、ニンニクの匂いがしてきたので、ここでオリーブ入れま
ます。オリーブ、刻みオリーブ入れます。これをトマトペーストと赤ワインで煮込んでいきます。軽く塩コショウします。コショウ多めです。うわ、うまそう。ここでちょっと赤ワイン入れます。ちょっとアルコールが飛ばすまでちょっと煮詰めます。もうだいぶ赤ワインが飛んだのでトマトペースト入れます。水分がないソースにしようと思ってるのでお肉の上に乗せるみたいな感じにします。あとマッシュルームも炒めます。塩、オリーブオイルと塩だけです。あと胡椒だけです。豚肉はちょっと大きいので半開きにしてます。ソース出来上がり、うまそう。とりあえず塩胡椒します。胡椒、これで焼いていきます。うまそう、うまそう。じゃーん、ここにマッシュポテト入れます。うまそう。これパンに寄せても美味しそうじゃない、このソース。はい、じゃあ完成しました。イエーイ。はい、民泊目の3食目完成。さっき買ったジャクソン飲みます。これがニンニクとオリーブとトマトペーストで作ったニンニクトマトオリーブソースです。あとは残りの野菜と中にマッシュポテトを挟んだよ。じゃあ食べていきます。飲んじゃいます。外は暗いでございます。このままご飯食べてちょっと寝ます。また